皆さんこんにちは、哲でございます。ケンシーさんの革新29回目ね、やっていきましょう。さあそろそろ到着しそうなんでね、で昆布持ち、しかいないのか。小田原さん連れて行こうか。ね、で先駆けと。まあ連鎖は悪いけど。で、追い込めばね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。はい、オッケー。で、続け。承知いたしました。お待たせください。承知。敵部隊軍勢が壊滅しました。我が領内に向かって出陣しました。退却。引け。うん、よしよし。ほら、神さんに傷兵投降してくれたんで、よいしょ。続け。承知。敵が我が領内に向かって出陣。本当のがあるとは信じてるんだけどね。敵13日か。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。で3月あったら一斉雇用して。ああ1800も投降してくれたんや。結構多かった。よしよし。
で修復できるんですけど、敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。すごいスピードで城塞地が落ちていく。特段のところ必要ないんで、
突撃を覚えた。よしよし。城門を突破しました。我が領内に向かって出陣。台車か。おお。水軍学者欲しいな。めっちゃ覚えるの大変なんですよ。ちょっとおべっか使っとこうか。で、私に続け。ここは嫌がらせやね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。決勝戦な。一人残らず踏み潰せ。気合を入れよう。我が領内に向かって出陣。裏へ会ってくれよったの。私に続け。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。よし、はい。ちょっと月替わりしましたんでね、止めました。一つはさ、解けんな。
切っちゃおうとかやった。はい、ということで、あとはもう、勧告すればいいだけだけど、その前に全員逃がしましょう。これか。そういうことね。いや、さ、来てもええけど。
6番相当、はい、敵が我が領内に向かって出陣。あ、攻められちゃってるからね。嫌われてるからな何回も追ってくれればね、すごい楽なんですけどね。岩出山城を取るチャンスなんですよね。あと塩釜港とね、
宿泊者を作っていきます。では5月のターンちょっと終わりましょうか。敵が我が領内に向かって出陣。我が計略見破れるかな。敵将捕らえたり。はい、では今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。